東京六本木ヒルズから小野正津区がお送りしている J-WAVE JAM THE WORLD フライデースペシャル続いてはブレイクスルーのコーナーです。1月19日、先週火曜日の夜、第154回芥川賞と直木賞の選考会が行われ、芥川賞は本谷幸子さんの衣類婚姻譚と滝口優勝さんの死んでいないものの2作品、そして、えー、直木賞には青山文平さんの スマホメトラバが選ばれましたそこで今夜はですねあの僕と一緒って言っていいのが大変なんか恐縮なんですけど4度目にしてあの見事芥川賞を受賞された。 あのもてやき子さんをスタジオにお迎えしました受賞おめでとうございますありがとうございますお忙しい中ありがとうございますいやいいえお久しぶりですお久しぶりですお久しぶりですとか言ってますけどねあのさっき僕のこと忘れててね初めましてとか言われました僕ら2014年のあの3月に東京国際文芸フェスティバルでねあのイスラエルの作家のエドガルケルトさんが来てもてやさんとケルトさんが対談されて僕はあの ナビゲーターじゃなくて何つんだモデレーター司会だったんですねでも見事にあの存在感がないので忘れられましたはあの日だと全く覚えてないはいはそれでですね早速あのあのリスナーの方からの質問をひどいねこの始まり方がすみませんはいはい覚えてましたはいあのゆっくり思い出していただければ結構思い出しましたはいでですね早速リスナーの方から質問でえっとラジオネームグリーンアースさんはいはい 賞、うん、を受けたちと前で何が一番違いますか。うん、うわ、何が一番違うか賞を受けたま、はい、えっとはっきり正直に言うと、はい、何も違わない <laughs> <laughs> でしょだってあの何も違うのなくないのは。うんはい いきなりなんか短期間で大量のエッセイを受賞の感想エッセイを書いてくださいみたいなのがすす今短期間でまさにそのぜ新聞全紙からちょっとう、ね、もうほ,ほぼ同じ受賞のエッセイを書いてくださいっていうのを。はいうん 全部違う内容で書かなきゃいけない,っていう。全部違う内容で書かなくちゃいけないじゃないですか。そうそうそう、それに今追われてて。えー、もう、なんかそ、それが一番大変ですよね。ですよね。最初直後は、<laughs> 直後はその、エッセイを。うん、一応なんか、もちろん作家が、書いてることが、全部違ったら、うん、まあ、ちょっとそれも困ると思うんですね。うん、その、だけど。本質は一緒で。うんうん 違ったものってなるとなかなか難しいですね。なかなか難しい。だから結構この質問が何が変わりましたかとかがけ結構一番困る質問。うん。きょ困りませんでした？僕ですか？誰も聞いてくれない。あ、そうなんだ。誰も誰も聞い誰か聞いた。誰か聞いてください。はい。それでですね。はい。あの芥川賞はですね。はい。茂谷さんにとってどのようなまあものだったか。 茂寺さんはねご自分では多分気づいていないと思うけど重要な新人の文学賞は全て受賞されてるんですよ。そうなんですよ今は亡き大江健三郎賞も持ってて多分野間文芸新人賞と三島と芥川と大江賞って全部取っててもうこれ多分も茂寺さんだけなんじゃないかな大江賞なくなったからだからそういう歴史に名を残す。 気づいたら気づいたらそうだったな気づいてないところが素晴らしいですねいや気づいてますよ気づいてます知ってるさすがに分かってます本当ですかはいででそうそういう数々の賞もあのまああのさらってきたもてやさんにとって芥川賞はどのようなあの存在ですか賞の私だから会見で結構こうアカ賞について聞かれた時に思わずその賞っていうのはさ 作家にとっての餌だからっていう発言を、うん、餌ですか。ハゲマとかそういう言い方できないんですか。<laughs> 餌だって言っちゃった、ねはいはい、で、まあそれ言った後に、はい、だから作家にとっての餌ってちょっとなんかあまりにも言葉が、うん。 雑だっったなと思ていやでも作品の世界にね書いてる時に影響されるっていうような話もされてたような気もするんですけどうすかとにかく作品の書いてる中で書いてるものに影響されるってことあると思うんです普通ね。そしたら今回のね衣類コインターンの中でもね 天ぷららたくささん食べせれるじそういう食べるっていうモチーフがねたくさん出てるからその賞を取ってこれは餌だっていうのは僕はなんか非常に一貫性があって作家っていうのは書いたものの影響からにやっぱあるんだかなってつまり最初に出てくるメタファーっていうか表現が餌っていうのはねそうか私何であんなことポロッと出たんだろうと思って例えばそういうふうに意識したことなかったの賞を餌だって思ったことなかったし。 無意識のうちに影響を与えてたと。うそう、でも言ってみたら、まあ、そういう部分もあるよなと思って。まあ、そ、うん、そんなの関係、餌だと思ってない作家さんもいっぱいいるから。まあ、でも、私にとっては餌だったんだよな <laughs> と思って。だ餌だから、うん、それ、餌だから食べるとどうなるんですか。うん、食べると、だから、餌だったらなくなるじゃないですか。なくなりますよね。ねでも、食べてみた時に。はい。あ。 ショーってなだからあっだからそれはまあ食べる前に餌だと思ってたけど、うん、食べてみたらやっぱり餌っていうのとちょっと違うなっていう感じはありましたね。うん、むしろなんかすごいもう、えっと芋たれ も胃がもたれる感じ。これはまさにそのね、小説の中に出てくる。あのね、旦那が家になか引きこもりみたいになって、天ぷらばっかり作って、それを奥さんがね、主人公が食べさせられて。なんかものすごくもう胃もたれするっていうシーンが出てますけどね。今ちょっとだから胃もたれ気味です。はい、であの受賞作のこのあの衣類コインターはですね。結婚4年目のまあ専業主婦が主人公で、ある日ふと自分の顔が夫の顔と似てきていることに気がつくと。はい。 そういうところか始まる物語ですがこれあれですか着想っていうのは本当にそういうこと自身がまあ多分3年前にご結婚されたんですよね。そうですねちょっとかな僕覚えてるんですよ。エドガル・ケレットさんを招いて本屋さんが対談された時にその時に多分会場から質問で次どんなもの書かれてますかって言われた時に夫婦の話を書いてますっていう話をされたんです。この作品を読んだに あの時に言ってたこれが作品なのかなっって僕は思ったんです。そうだからすっごく時間かかったんですよあの時からずっとあそうか、うん、そうですね2014年の3月そう 2, 2年半空いちゃってて<は>その間ずっと書いてはいたんですけど、はい、全部うまくいかなくて、うん、でもう書いてたものはずっと夫婦の話だったの、うん、で今回やっとで、うん、できたのがどうしてか 他はダメだったけど、できたかっていうと、これやっぱ、この頭の一部。似ていることに気がついたっていうのが、ポンって出たときに。やっぱり、他の書き損じは全然違う手応えがあって。最初の一部が。書けたと思った。最初の一部で書けた。かけたと思った。全然違う、なんかも、引力っていうか、そこにあるものが。そうね、と思ったな。それでも、似てきてると思ったっていうのは、ご自身の実感としても、まあ、その実生活の中でも、そういう。 印象があ実際にその、えっと、知り合いが私たちの写真を整理しようとした時にあのパソコンにその知ってます顔認証システムなんか私よく分かんないんけどあーあー、ね、っていうのがあって、はい、パソコンが勝手に分けてくれるんですよねその人だけの写真として。うん、たやった時に私とその私のまあ夫が、はい、とにかく同一人物として全部パソコンが整理しちゃったんだって。はい、で話を聞いた時に その感情のないパソコンが見ても、全く赤の他人の私たちが同一人物なんだと思った時に、なか。それでもちょっと前の話で。でもそういうのは残ってるんです。多分そうなの、そうなの、変なエピソードとして残ってて、で書いたら、やっぱりなんかこう動き出した。っていう感じ。やっぱりその、はい、そのエピソードってだいぶ前で、うん。 で、自分の気がつかないうちに、自分の中にこう採用してて、である時に、それが一、ある一部最初の一文という形で出てきて。話が動き出したとおっしゃいましたね。動き出したっていうことですよね。そうですね。これ本を読まれたご主人の感想はいかがでしたか。えっとね。まあ、ぐん、群像っていう。好奇心乗ったんですよ。で、ここにあります。そう。それを、まあ、あの。 群像になった段階で初めてて読んでもらって、はい、で旦那うちの夫は「夫」夫って言わなきゃいけないんだよね <laughs> う,ちのうちの旦那さんは、はい、まあ私がそういうなんか夫婦の話を書いてるって原稿用紙だとし初めて書いてたの今回。今まででではは手書きではなかったのですかそうパ,スパソコンで書いてたのを初めて原稿して書いてたからなんかちらちら夫婦の話書いてるらしいっていうのは分かってて<ー>でだからそれをなんか多分どういう気持ちで読んだか分かんないけど、うん、読んでみて。 で終わった後の感想は閉じて私すごいこれ実家でやって覚えてるんだけど、はい、で感想はって聞いたらなんか「どうしてこんな風になっちゃうの?」って言ってたの。あ,<ー>うん、あとで「えっ?」て言ったら「どうしてもっと真面目に書かないの?」って言われたの、ね。だからある意味で光栄だなと思って<ー>私大真面目に書いてる作品が誰かにとってどうしてもっと真面目に書かないの,ないのっ,てって思わせるなんて。うん すごい光栄なことじゃないですか、うん、あとどうしてこうなっちゃうのっていうのもとてもいいなんか感想だと思うんですよね、うん、で,よねでどうしてこうなっちゃったのか、うん、僕もここでは言わないので、うん、皆さん本屋さんに行ってね、うん、本を買って <laughs> なんでこうなるんだっていうことをですね確認してもらわないといけないそが非でもしてもらわないといけない 僕は思ってますけど <laughs>、うん、僕も本当に驚きました、うん、最後あ本当ですか、えー、で、うん、なんでこうなっちゃったんだろうと <laughs> そ,うそれは書いてる私だって思います<ー>なんでこんなふうになっちゃったのだからあれなんだ<て>最初の一文は見えてたけどはい。はいはい 結末は見えてないんですよね。結末は見えてないの。なんとなくなんとなくしか見えてなくて、最後にもう加速してそこにパーンって出た時に、なんでこんな風になっちゃったんだろうっていうのはもうまさしく私ももう書きながら思う。あの僕ね本当嘘偽りなく言うんですけど、あの僕はその小説に対して嘘はつきたくないので、小説に対しては小説に対しても嘘はつきたくないんですけど、僕は本当に好きですこの作品が。で僕なんか割と読み手としてはまあまあそこそこきちんと読める。 って方だとは言いいのか知らないけど思ってるんですけど読みましてもうとにかく素晴らしいなと思いました本当にで最後の僕ね一回その対談の司会をやった時に「嵐のピクニック」ってあれ大江賞をられた短編集だと思うんですけど。 まあそこで出てくる短編のね、はい、次から次へとまあすごいこうまあある種奇想ですよね,、うん、すねある種こうままあある種、まあ、妄想とは違うなでもなんか非常にこう、うん、奇想がこう、うん、こううさ繰り出されてて、うん、まあこれ書いてる人 ちょっと頭おかしいなと思いましたけどあい。ほんでそれでこういうのを奇想っていうのはねんか思いつくことあってもそれをね小説っていう形にするっ僕は非常難しいと思うんですよ。それが作品になってる。で今回のも読んで出だしはんか非常に普通のある種夫婦の物語が始まってくるのかなと思うとだんだんでなんかね 空気の感じが変わってくるんですよ。<laughs> はい、作品の中に流れてる。はい、なんかねちょっとこうある種こうこうこう薄皮を剥ぐような感じでなんかあれなんか変わってくるぞ、うん、でなんか亀裂が見えてきてみたいな感じで、うん、思いもやらないところに、うん、まあ連れて行かれるっていう、うん、でっていうのところで本当にね素晴らしい作品だと思いました。うん、ありがとうございます。はい、なんかその書いててやっぱり。 小説が自由だっていうことを獲得するまでにすっごい年数がかかって私それで今だんだんそのその何でもありにしていけるんだっていうことに気づいて今回もだから最初はその夫婦の話なんだけどでも最終的にはもう何でもありっていう状態に持っていけるように,になったのが本当にもう。 最近というかちょっとずつようやくっていうか形でんやっぱ劇曲書くのとは違いますかも元々ね、うん、劇団で劇曲を書かれて、うん、違うんです、はい、私ままだ劇曲の方はまだここまで自由に、はい、自由のなり方がまだつかめてないんですよね劇曲の方が長いのに長いけど、うん、小説の方はなんかとあるところでこうそれこそブレックスルーがあったとそう,そう、うん、そさっきおっしゃっ 私の短編集がまあ、はい、多分ブレイクスルーに近くてあこんなに遊んでいいんだっていうのに気づいてからは結構こう重く書くのもやめて私多分重く書くの向いてないなと思ってそっからはもう結構こう軽く軽く書くことを心がけてってやったらどん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 自分の中でなんかしっくりくるようになってきた。 軽く書いてると、はい、まあおっしゃってますけど、はい、軽く書いてるんだけど、はいまあ、その背後に、うん、なかなかこうドロッとしたですね重たいものが うん、暗いものがこうごめいてるっていうのがその明るさによってこう重く描こうとしてる時よりずっと、うん、そういうそうごめく気配みたいなものがもう薄いもの、うん、で,すよ、ね、うで出さなくても伝わるし、うん、ってこう出そう出そうとすればするほどそういうのってなんか伝わらなかったりして逆にふ振っちゃったことが自分の中で結構ブレイクスルーだったかなっていう感じは。うんうん 僕さっきのとこ話でねちょっとこう気になったのが、はいはい、初めてまあ手書きで書かれたっておっしゃってたでしょでなぜ手書きにしようとこの作品を手書きにしようって思ったんですかえと、ねはい、今まで何回もチャレンジはしてたんですけど結局面倒くさくていっつもやめちゃってて、はい、でも今回はねこうもうやむにやまれずっていうのがあって。 私ほら妊娠したんですよその時に、はい、それでどんどんお腹の中に赤ちゃんがこう大きくなってって、はいでまあ、椅子に長時間座るのもしんどいし、うん、でまず目を酷使し,しないようにって話を聞いてあそうそう妊娠中はです、ね、そう子宮が硬、まあはい、くなるのかな,、はい、なんかこう、まあ、子宮にあんまりいい影響じゃないからっていう話を聞いた時に、はい、じゃあ目に優しい執筆スタイルにしなきゃって思ってパソコンのモニターじゃなくて紙,紙にしよう っていう風にあ<ー>まあ紙じゃなきゃっていう風にやむにやまれず書いてみたらそれがもう本当にものすごく私あっててモテ <laughs> さんって左利きなんですか？はい、あそうです左利きです,なん,ですなんかあのね原稿用紙、はい、もう私だからぐっちゃぐちゃに書くの <laughs> なんかもうあなんかスピードに乗ると逆にもうちょっと言葉詰まったり、はい、ここなんか書きたいけどっていうのがあった時に。はいう めんどくさいから、うん、ここで後でで何か書くとか、はい、ここ何か入るとかって書いてどん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 進んでいっちゃったりとかしてうそういうのがで絵描いたりとか<ー>そ,うそういうのがなんかじ自由にスケッチブックに近いだから原稿用紙っていうかいいで,、ね、で<ー>後から戻ってそのここ5行ぐらい開けてるから5行ぐらい何か書きたいんだよねとかここぐるぐるぐるってなってるからこのぐるぐるぐるってした感じで書きたいんだよな多分っていう自分の状態を記憶,記憶できる記録 できる原稿用紙があ,あ、そ,うそ,うそれは面白いそその、うんそちょ、ちょっとあの、はい、もっと話を聞きたいのですが、うん、ここで一曲聴いていただいてですね、はい、後半さらにお話を伺っていきます、はい、ジャムザワールドフライデースペシャル今夜は第154回芥川龍之介賞を、まあ、受賞されたばかりの作家のモテヤイコさんをスタジオにお迎えしていますあの今聴いていただいている曲はですねモテヤさん がリクエストしてくださったと。なんか最近聞いてる曲ありますかって言われて、はい、昨日慌てて探し出してきたんですけど。<ー> <laughs> うん、なんか、あのう、ー。し 別の時私全く音楽とか聴かないんですけど聞,きま聞けないんですか僕は聴いたり聴かなかったり、ね、ただしあのあのいやでもこういう歌詞がある曲は聴きません、はいうん、あ,あ,あ<の>歌詞がない言葉はやっぱりこう入ってくる感じがしますからす、ねね、私もそうなんですけどこれ割と朝起きた時とかに今、はい、あの授乳しながらこう<あ>なんか音楽聴きたいなと思った時に家に結構 cd がいっぱいあって私適当に選んでよく分かってないんだけど適当に選んで聴いててあなんか好きだ かなっていう選び方赤ちゃん生まれて書き方変わったとかあります、うん、まあさっきそれは実まさに妊娠ということで書き方が変わったってありますけどうん、うん、自分のまあ書くことに対する姿勢っていうんですかね、うん、まだ分からないなまだ本当にその受賞エッセイぐらいしか書いてなくて、うん、なその時間を作ることを捻出する方がまず大変っていう感じで、うんうん、まだほとんど書けてないんですよね。うん、だから やっぱ手書きにしたっていうのは僕思うんですけどもちろんキーボード叩くのよりはですねきっと赤ちゃんはお母さんの手が動いてる動きにですね同化してですね一緒に書いてたんじゃないかそういうことを僕は今無双しましただから書くっていうことの方が多分赤ちゃんにとってもいいんじゃないかな直接こうなんかね書いてる動き振動が微細に伝わるっていう意味ではそんなことを思いました。はい ということで、あの後半ももてはさん、どうぞよろしくお願いいたします。はいで、あの後半はですね。はい、あのリスナーの方からたくさん質問をいただいておりますので、うん、それの質問をですね。うん、こう紹介しながらですね。あのお話を進めていきたいと思います。はい、はい、で、まず一つ目はこちらですね。うんうん、あのラジオネームえたくや神田さん。 からお二人にお二人に質問です。一番影響を受けた作家は誰ですか単純によく読んでいた作家でもいいのですがという質問ですね。いきなりこういう質問が来てですね。はい。もてさんはお答えになられます。か私。はい。小野さんに言ったら今、秘密って言っちゃえばいいんじゃないのっていう。秘密って言っときます。そうです。あの大切な作家については。はい。 誰にも言いたくないということがあると思うんです、ね。ありますね。ねうん、あの、それは体質だからこそ言えないっていうのもあると思うんですけど、うんうん、あのですね。この質問はですね。うん、あの。 アメリカのですねなんか文芸のジャーナリズムでですねあの作家に聞いてはいけない質問3つっていうのがあるらしいんですよ。聞いてはいけない質問3つって僕は言ったものの僕は2つしか思い出せなくて一つはですね一つはこの作品に込められたメッセージは何ですかこういうことを聞いてはダメですこれはい。でもう一つがですね一番影響を受けた作家は誰ですかっていうやつらしいんですよ。しくはい それも聞いてはつまり作家っていうのはやっぱりなんか影響を受けたくないと影響の不安っていう言葉がありますけどなんか自分がオリジナルだっていうふうに思いたいからあんまりこう自分が何かこの作品に影響を受けたっていうことは語りたくないんだっていうようなね前提があるわけですけどだけど最近のねあの作家は世界のいろんな作家を見ると割と素直にですねカミングアウトすするんでねだからここでてやさんが秘密というのはですね とても大切なことだと、僕は思います。はい。いいな、そう。そうなんですよ。はい。あの、はい。それでですね。はい。さらに質問をもう一つ。はい。ラジオネーム肉屋のコロッケさん。はい。これも聞かれるかもしれません。三、三つ目の三つ目じゃないでしょうえっとね、一つ目。芥川賞を狙って書いたのかどうか。 でもう一つは一日に何時間執筆しましたか。ああなるほどね。最後に印税は何に使いたいですか。僕はとてもいい質問だと思います。下世話な質問じゃなくて。はい。いい質問。はい。わかりました。えっと何でしたか。三つぐらいもはい。一つはアクタガショを狙って書いたのかどうか。えっと狙えるわけないじゃないですか。そんな器用じゃん。でもはださん。 狙ったって言ってましたね。 本当ですか？うん、なな何かで私読んだんだけど、うん、なんか羽田さんは狙ってこんな感じかなって狙って書いたら、うん、まあまさまさにそれを取ったってですごいね。まあそういうことも可能な人もいる。うん、私なんかそんなことより目の前の一行が二年半書けなかったんだよ。うん、<laughs> それはちょっと感動的な。<laughs> そんなことかもう書書けないっていうことにしか向き合ってなかった。うん、でもね出来上がったものを読むと、うんはい、これはもう自然にファーッと出てきたんだろうっていう印象を受けながら僕は読みましたが。はい はい、しかしそのファーってこう行くまでの、うん、その2年半がですね。っうんま、っ待った待ったそのファーってなるまで待たなきゃと思ってうもう歯食いしばって遊んでましたもんだからそ。<laughs> いやここで動いたら負けだと思ってファってするまで待たないとと思って2年半かかっちゃったそこは毎日机に座っちゃだめだけ机の前に座るんですか毎日一応少しずつは毎日とまではいかないけどちょっとずつ座ってましたねでもだんだんやっぱりんかその時間も短くなってってああこれまずいなって思ってたまあでもほらねやっぱ妊娠もされたっていう人だからそんな長時間ね座るわけにもいかないからそうですね一応数 これ実はこれになるまで書いてて67分70ペン近くもうボツにしたんでえそういう紙全部紙それそれはパソコンパソコンでボツにしたやつがあるもう出だしだけとかいっぱいありますよ出だしだけ書いてます出だしだけ書いてそこで仕切り直すんですかそれ続けてそれ粘るっていうよりはもうある程度ま粘らない粘らない粘らないもうすぐやめちゃったりしてだってそのまま書いても一って。 やっぱりどっちにしろ進まなくなるそのから、そんなにな内容は一緒だけど形を変えて粘り続けるっていう形で、うん、だから毎日何時間っていうことはないんだけど、うん、まあ長くなったり短くなったりっていうことなんですね。うんうん、そうですね。うんはい、で最後に印税は何に使いたいですか？<laughs> 印税何に使いたいか、はい、何に使いたいかまだわからないけど、はい、でもとりあえずあのえっと 通帳振込は嫌だなと思んか現金でもらいたいなと思ってでんか数字でしょだって通帳そでそうだからあの数字だけの行き来っていうのが嫌でなんかこう現金欲しいね現金でいただきたいなって漠然とだから見たいですねんかこの現金を並べるみたいな。 そういうちょっとあの下世話な世界からですね、あのまああのですね、せっかくモテヤさんに来ていただいたので、まあラジオだから長くはできないんですが、あの朗読を作品の一節を朗読していただきたい一段落、僕があのぐるっと囲んだところをですね、ここは小野さんがなんか気に入ってくれた、僕が表現が素晴らしいと思いました。つまり自他の区別が合間になっていく夫婦の区別が合間になっていくというかのところの話の中で、あの自己と他者の境界の問題がはい。 じゃあちょっと真面目に <laughs>、はいいいですかはいえ男たちは皆土に染み込んだ養分のように私の根を通して深いところに入り込んできた新しい誰かと付き合うたび私は植え替えられ以前の土の養分はすっかり消えたそれを証明するかのように私は過去に付き合ってきた男たちと過ごした日々をほとんど思い出せないのである また不思議なことに、私と付き合う男たちは皆、進んで私の土になりたがった。そして最後は必ず、その土のせいで根腐れを起こしかけていると感じた私が慌てて鉢を割り、根っこを無理やり引き抜いてきたのだった。 ありがとうございいましした素晴らですねなんかちょっとこういうの聞けるってことは幸せと言いますかねんかここはなんかすごくこうモテ屋さんらしい文章かなというふうに最後ねやっぱりこう根っこを無理やり引き抜いてきたっていうところでこうやっぱりね自分の存在っていうのをどっかこう傷つけるっていうねそういう痛みが伴うそういうこうあの部分ではあるかと思うんですね。そこここは前編通じてやっぱりが 一番音楽でいうと低い音っていうかその一段落がずしっとそこがやっぱちょっと角にもなってますねじゃあ僕の一応ここ読んでくださいって言ったところはそんなひどい場所では間違った場所ではなかったとさすがっていうてや先生からお墨付きただきましてありがとうございます。はいということでですねあのそれで。 まあ、いろいろリスナーの方からあの質問も来てるのですが、はい、あの僕からも、うん、あの少しこう質問がありましてですねこの作品を、まあ、書く時にこう何回も書き直しをしたっていうことをおっしゃってましたけど、うんはい、やっぱり書き,書き直すこのバージョンたちがこれじゃないこれじゃないってやっていく中で今回の,その原稿用紙で書いたものがこう、はい、出来上がっていったっていうで。これはもう一体 もこここれれを書き直すすすっってことははななかたでででいねもう全然違う,うただただと共通してるのは夫婦っていうかうまあ主婦の目線の話っていうところだけが共通してて、はい、あとはもう旦那さんの人物像も全然違うし違う、ね、主婦の人格ですら全部違ったりしてだから私の場合こう書きたいものが最初に見えてないので書きながら感覚だけ研ぎ澄ましてどうやらこれを書きたいらしいって でこうにおいを嗅ぎながら進そっちいい匂いのする方に進んでいくみたいな感じでんなんかそこがすごいなと思って、はいはい、つまりね僕なんか内緒してもちょっとあれだけど、うんうん、僕だとんかどっちかっていうとふ、はい、風景が見えるとかあ,<ー>あの。あー ななんんか音が聞こえるっていう感じですよだけどすごく興味深くて匂やっぱよりこうあの何だろう元谷さんは身体的っていうんですかねさっきの比喩のところ文章のところですごい身体性っていうものが重要になってたと思うんですけど僕なんか読んでてやっぱりトイレでざわざわっとするのは人物たちの持ってる体っていうんですかね身体性人間はもちろん理性とか。 あの言語によってまものを思考する人間なんだけどあのこの作品ではねやっぱり考えることっていうことに対してねあの非常に面倒くさがるっていうあの何も考えたくないっていうだけど何か何も考えたくないっていうこととこうなんか五感を 全部駆動させて何かをつかみ取るっていうことはまた全然違うことなのでお話伺っててそういう元谷さんがこういう何も考えたくない何もしたくないみたいな人たちを描いてるっていうのがととても興味深いいな思ました私も何も考えたくないの一人なのでそそんんななななここととははいいでですす何も考えてなかったこんな文章は書けません。はいあの またリスナーからの,あの質問なんですが、はいはい、今後ですね、はい、こんなものを書きたい、うん、またこんな挑戦をしたいと考えていることは何かありますか、うん なんかあのー、今回夫婦っていう話ではあるんですけど、はい、実はもう一つ私それに対して書きたかったのはやっぱ楽をする,楽,をする楽することだけ考える旦那が出てくるじゃないですか、うん、そうやってでさんちゃんもだんだん怠けることに飲み込まれて怠惰に飲み込まれか,、うんうん、かその怠けるとか楽して怠惰にっていうのにすごく自分が心惹かれてて、うん、なんかもっともっと怠ける人間書きたいなっていう欲望が今あって。うん もっと怠けるってことに対して真剣に考えたいなっていうか今そういう気持ちですね。はい。でも怠けるっていうことを書くのにまた骨身を削る努力をされるわけですよね。はい。すみませんなんかあのモテさん今日はお忙しい中もっとお話を聞きたいんですけどありがとうございます。はい。そこでですねあの一名様にサイン本をプレゼント。 しかもんか小野がちょっと書き込んでさっきの朗読部分とかぐるぐるっと丸をしたりした付箋のついたものをですねいやいやそれにそれになんかモテ屋さんのサインをしていただいてそこに読者の方にプレゼントとリスナーの方にプレゼントメールにですね「サイン本を希望と書いて送ってください」「住所もお忘れなくよろしくお願いします」それでははさん本本日当にお忙しい中 また足元のお衣類の中 <laughs> 来てくださいまして、本当にありがとうございました。<laughs> はい、ありがとうございました。<laughs> 以上、ブレイクスルーでした。